はい、こんにちは。ピピン AP 生き物チャンネルです。今日は虫もんオオクワガタの産卵セットですね、暴いていこうと思います。メスがですね、お亡くなりになっておりました。外でですね、で全部もう一式取り除いた状態で置いてあります。どのぐらい経ったかな、結構ね経ってますよ。2ヶ月ぐらい経ってます。前回は10頭ほど幼虫が取れて、まあもうちょっと欲しいなっていうところで再セットしたんですが、ちょっと側面にね、幼虫は見えないんですよね。だから、産まずして死んでしまった可能性もありえますんで、ちょっと確認ですが見てみようと思います。これめっちゃ綺麗ですね。産んでないな、産んでない気がするんだが、産んでればね、2ヶ月も経ってるから幼虫出てきてもいいと思うんですが、産んでなかったかな、産んでないな、これな。2セット目は産まずに死んでしまった可能性が大ですね。産んでないですね、ゼロ個だわ。なんかうちでは心なしかダイソーのパン屋の容器でセットすると軒並み産まないんすよね。何かあんのかな。クリアスライダーでだとね産むんだけど、たまたまか、たまたまかな。ちょっとあれですね、パン屋さんは幼虫飼育にしようかな。はい、ちょっと虫もんオオクワガタ2回目のセット爆死でございます。でメスはねお亡くなりになっちゃってて、うちにはメスが1頭しかいなかったんで、今期はですね10頭の幼虫を飼育して、ちょっと成虫になるまでですね、うまくオスメス分かれてくれればいいんですけどね、ちょっとそういう状況になりました。はい、はい、ではですねパン屋さんセットがちょっと、不発だったんで、もう一個パン屋さんセットがあります。これはラテラリスノコギリクワガタの、オスも入れてましたね、産卵セットです。これもですねだいぶ経ってますんで、ちょっと割り出していこうかな、暴き出していこうかなと思います。ラテラリス先輩は綺麗ですね、綺麗綺麗。可愛いよね、しきりにこう確認する作業が可愛いね。確認です、はい、確認です、確認みたいなはい、はい、ではですねどうでしょう。ラテラリスも一回セットして失敗してるんですよね懲りないな、本当に懲りないな。だいぶ動き回った感はありますね。あ、メスいた、はい、メスまだ生きてますね。これダメだったら、まあ、ちょっとまだわかんないけど、ちょっと見てみますか。期待はしてないんですけどね、取りたいやつなんですよね、ダンスよねってなったけどね、
いねえかな。ちょっとあれだな、パン屋さん、パン屋さんの呪い。あら、なんてこってす、なんてこってすってあれですね、あの産卵剤入れてみようかな。産卵剤なんかね、調べるとね、剤でも剤を入れると取れるって。あ、いないっすね。うわ、いないな。これはあれですね、あのメスもまだ生きてるんで再セットしましょうか。剤入れて、やばい、ちょっとパン屋がちょっと気になる。なんでだろう、パン屋でセットした産卵セットってなんかうち取れないんですよね。なんでだろう、何かあんのかな。でもね、あのパン屋で取ってるそれもあるから、ただ単に私のパン屋の呪いが来てるだけで、すいません、あの全国のパン屋さんは全然関係ないですよ。あの私あの朝の食パンなんでパン食べてます。ダメだ。はい、ラテラリスのコンビニクワガタですね。これ使ってみようかなと思います。肉薄畑、なんともユーモア溢れるな。金だよね。キノコのね、金です。肉薄畑の、食菌剤ですね。私初めて使いますね、これ。食菌剤ってやつ。あのね、カビまみれになるんで、ついに手を出しました、食菌剤とやらに。はい、で今後ですね、あのヒペリオンのブリードをするのに、霊視剤と、あとこの肉薄畑をね、あのちょっと買ったんですよ。ラテラリスくんにちょっと味を見てもらおうかなと思います。匂いはですね、私の好きな大平竹の菌糸の匂いとはちょっと違うね。なんだろう、なんだろうな、ちょっと置いたシャツ、剥いていきましょうね。どこまでがあれなんだろう。ああ、こういう感じか。うまく剥がれるのか。おお、すごいな。しかしこれ考えた人すごいな。まあでもあれか、結局ね、私も最初知りませんでしたからね、あのキノコをね、椎茸のさ、ホダギをさ、あの産卵の、オクワの産卵のあれに使ってるっていうこと、まあキノコのあれだと思ったんですけど、まあ結局キノコがね、あのくっつくと、木をね、あの浸食して柔らかくしてくれるんですよね。あのそんなね、あのそこらに生えてる生の木にはちょっと産まないじゃないですか、普通ね。朽ちた。で、自然界で朽ちるといろんな微生物がね、あの分解をしてやってくれるんですけど、キノコの菌が木をうまいと。分解して、こういう風にしてくれるということなんですが、
これはちょっとどうやうまく剥けねえな。よし、全部剥けました。こういう感じですね。うん、程よく柔らかい。これにラテラリスさんは産むのかな、ちょっと不明ですが、試してもらいましょう。ではまず使っていたマットを引いて、これを入れます。ドゥン、このぐらいにしよっかな、このぐらいにしよっか、なんか雰囲気出てるな、このぐらいにしよう。よし、で今回はメスだけ入れておきましょう。ちっちゃ、はい、こんな感じでセットしました。食品試合大事なところですね。ではこれでちょっとまた見守ります。はい、まあ、また忘れた頃になると思いますんで、私は忘れませんけど、皆様はだいぶ忘れた頃になると思います。はい、では今日はですね、ラテラリスノコギリクワガタ、最初のね、虫もクワガタ、ラテラリスノコギリクワガタダブル爆死ありがとうございますということでね、お伝えしました。またこういう動画もどんどん上げてきますので、もしよかったらチャンネル登録していただけると。いきなり潜ってたな、ありがとうございます。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。